城山は、徳島県徳島市徳島町城内の徳島、中央公園内にある山である。古くは、伊山、猪シシ山とも、徳島城があったため、城山と呼ばれる。古称は伊山。細川頼幸が1385年に、除人川に移る山を、中国長安の伊水に移る山になぞらえて、川を伊水、山を伊山と名付けたと伝えられる。 ただし一説にこれは、史実ではなく、西から見るとイノシシを伏した姿に見えることから、イノシシ山と呼ばれたとも言う。徳島駅の北側に広がる徳島中央公園の中央を占める。標高61.7メートル、東西400メートル、南北200メートル。吉野川デルタの一角の標高数メートルの平野に囲まれ、ほとんどの方向で、斜面は、 傾斜を保ったまま平地に接している。頂上部は徳島城追記時に盛り土、切り土された平になっている。北は序任川に面し、最も近い箇所では前にあるのは、細道だけである。東では、堀川上流にある流れの池、泉の池に、南東では、弁天池に接している。南西では、徳島城の残存石垣が切り立ち、道を挟んで、 徳島駅と接している。ただし、徳島駅の出入り口は、南口のみで、城山側に、旅客用の出入り口はない。北西六は、唯一、なだらかな斜面で、徳島市民定休場日市の丸コートになっている。西六にもかつては同様のなだらかな斜面があったが、1929年の、西の丸運動場建設の際に切り崩され、平地が広げられた。 現在のライオンの森あたりである。そのすぐ西には内町小学校があるため、城山はしばしば内町小学校の学校行事に利用される。中石平野の堆積層の下の岩盤が堆積層の上に頭を出している部分である。東西に伸びる微山の稜線の延長線上にあり、微山や津田山と地下でつながっている。 古生層に属する南側編成体の結晶変換、種として緑色変換からなる。登録に海食根がある。縄文海進気の波による侵食跡である。地面から高さ約3メートルにあり、当時の海面がこの高さだったことがわかる。中腹以上にある上角以降を除き、山のほとんどが極層商用樹林の原生林で、 約600種が確認されている。1963年4月27日、城山の原生林として、徳島市指定天然記念物に指定された。ただし、山全体が完全な原生林というわけではない。中腹から山頂に分布する、徳島城以降の多くと、白山排水地は、森土、霧土されており、草地ないし土が剥き出しである。 北西の登山口から三の丸跡の間には、追記樹の資材搬送路として伐採された跡がある。1929年完成の西の丸運動場のために、西斜面が削られ、偽アカシアが植えられた。1988年には、森林保全のため、山内から採取された種子から育てられたホルトの木の苗木が捕食された。樹種はホルトの木が卓越し、 クスノキエノキムクノキなども多い。南斜面と北斜面では樹種が若干異なり、南斜面ではクスノキやホルトの木が、北斜面ではムクノキやエノキが多く、東斜面は中間的でムクノキやホルトの木が多い。西斜面では西の丸運動場と白山排水地の建設により本来の森は失われ、植林されたニセアカシアの森になっている。 1970年から樹木の立ち枯れが増加し、1984年からホルトの木の大木が枯死するようになった。原因として土壌の乾燥、大気汚染、青サギの憤慨などが考えられているが、究明はされていない。市は1986年から本格的な調査を依頼し、1988年から1990年にかけ、 水平坑の設置、酸素管の埋設などの活性化対策を行った。これにより、森林は回復しつつあると判断された。気化植物が増加しており、1960年から1975年の間に26種が新しく確認された。なお、西斜面に植えられたニセアカシアも外来植物である。西登山路、本丸跡、 東登山路に沿って、およそ西から東へ記す。四口三本の登山路がある。一定した故障はないが、ここでは河野による。ありがとうございます。